ホストクラブの女性客に風俗店の仕事を紹介したとしてスカウトの男2人が逮捕されました職業安定法違反の疑いで逮捕されたのは太白区東大野田の常盤俊容疑者と泉区館の水野昌平容疑者です警察によりますと2人は去年9月と10月すでに逮捕起訴されている 青葉区国分町のホストクラブノーブルの元店長の男ら3人と共謀して女性客2人に対し派遣型風俗店の仕事を紹介した疑いが持たれています警察の調べに対し2人は容疑を認めているということです2人はスカウトグループのメンバーで警察は2人がホストクラブからの圧っを受け客を風俗店に紹介していたとみて捜査を進めています